闇に刺さる一筋の光、奴の目がギラつくのを見たか、奴は笑う強い敵なほど、牙を剥きふざけるなと吠える。時代は世紀末、悪は栄え血を覆う。ああ奴なら言うだろう、百万年早いぜ。奴は戦機戦機、祈りの輪の交わるところ。ライオン降臨、奴は来る危機戦機戦機、振りかざした炎と共に。ライオン降臨、聞こえてくるのさ、ラジャスの声。私の名前は犬神葉月。ロウ、私はあなたの母なのです。私がお前のもとにやってきたわけが分かりますか。ロウ、魔神獣を魔神獣を復活させてはいけません。絶対に。貴様、誰に頼まれてきた。目的は何だ。誰に頼まれたわけでもありません。何をバカな。私は黄泉の国の王、縁外の息子だぞ。前など母であるはずがない。あれは同じ勾玉。この勾玉がお前の失われた記憶を呼び覚ます。なんだ。やめろ女、やめろと言っている。やめろ、やめろ。何日か前、彼女が影小屋に駆け込んできた時には驚いた。何しろ犬神の母親だって言うんだからな。だが大僧正様は申された。犬神に会わせろと。大僧正様が。ならばやたらに疑うわけにもいかんが、そうは言ってもの、このようにラブリーなお方が悪人とも思えん。おい、ジジイ。相馬さんも信じているの？
不思議な人だよ。しばらく一緒にいりゃお嬢ちゃんにもわかると思うがな。お話ししましょう。かつて私の身に降りかかった出来事。あの子は確かに私の子です。そして父親は。まただろう。私の声はあなたにも聞こえているはず。何年も前のことです。どこまでが現実でどこまでが現実でなかったか、今となっては私にも分かりません。でも確かにあそこはこの世ではなかった。なんと、それはもしやこちらの世界と黄泉の国の狭間。偶然その二つの世界の狭間に落ち込んだと申すのか。はい。そしてその光は私の体の中に飛び込んできました。私は不思議な力によって解任した。を連れ去ったのは何者じゃ。黄泉の国の王、円外のしもべだと言っていました。ロウ、ロウ。その時とっさに名前が浮かびました。この子はロウ、犬神ロウだと。二つの世界の狭間に落ちたとき、恐ろしいことを知りました。恐ろしいこと。魔神獣の能力についてです。あれはただの怪物ではなく、魔神獣はこの世のすべてのエネルギーを崩壊させ無に帰すという恐ろしい能力を備えているのです。一度復活したら最後、あの魔物は確実にこの世を滅ぼすと。なんと、神にも等しき力を持っているというのか。バカ言ってんじゃねえよ。たかが犬黒がでかくなっただけだろうが。そんなものは俺様が。だといいがな。カルマ獣とは訳が違うんだ。あんまり甘く見ねえ方がいいぜ。どいつもこいつも臆病者揃いだぜ。前期、事情はどうあれ、私はあの子の母親です。息子が世界を滅ぼそうとしている以上、何としても阻止しなければ。葉月さん一人じゃ無理ですよ。そうじゃ、微力ながらわしらも。お気持ちはとても。でもそう簡単には。
ゼンキ、実はリングが。ふつけが、そんなことぐらい俺様だって知ってるぜ。ゼンキ、そいつがお釈迦になったら俺様はずっとこのなりのまんまじゃねえか。でも大丈夫よ、リングが壊れるなんてありえないって。もし使えなくなったって、その時は私が。そんな。ゴホーリングが壊れる。なるほどな。だが今はそんなしけた顔して落ち込んでる場合じゃねえぜ。分かっているわ、心配しないで。僕のせいです。僕にもっと力があれば。アキラ君、カズエさんがさらわれた時だって結局僕に力がなかったから。そういうことはな、敵に勝つまで忘れとくもんだ。しっかりしろ。だけど僕はもっと力が欲しいんだ。リングが使えなくても僕にもっと力さえあれば。思い上がるんじゃねえ。てめえ一人でなんとかなると思ってると大切なものを失う羽目になるぜ、この俺のようにな。魔神獣がそのように強力な力を持っておるとなると、残りの身を奪い合うは壮絶になること必定。じゃがのう大姉様、肝心の身のありかがわからんではどうもならんぞい。最後の身は、ここにあります。そいつは俺様が。そういうことだ。それでもまだ疑うかい、お嬢ちゃん。ビル、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 どうしたの、ルルパパ。何、しまった、油断したか。みんなをかくまうんじゃ。僕がですか。頼んだわよ栗林。はい、頑張ります。でも私のせいで皆さんが。葉月さん、ここは必ず私たちで食い止めるわ。だからみんなと一緒に早く。さあこっちです。栗林、この世が滅んだらお前のせいじゃ。飯抜きじゃぞ。あ、そんな。何やってんの、早く行くよ。待ってくださいルル。来やがって、来やがって。ところによると総崩れになるぞ。雑魚には構うな、女を探せ。これは、ここだ。おや、違うわよ、こっちよ。おや、屋根裏部屋。さあ早く行きましょう。もうしっかりしてよね。すいません。どけ、俺様が言ってやるぜ。あれは反
能力です。カルマ銃の反能力が前期の封印を一時的に解いたんです。遺言があったら聞いておくぜ。ねえようだな。私のためにあっさり見つかったと見せかけておいて。おりゃ、重ね重ねすいません。栗林のバカ。忍びたようじゃな。くそ、僕にもっと力があればさあ女を渡してもらおうか。かけとら。なんだ。かけとら、この私が相手になる。教授ハエメガ。こんなところまで続いていたのね。結果オーライ。とにかく急ぎましょう。愚か者たちめが、素直に女を出さぬからこうなるのだ。やろうか。このままでは、また負けたわけじゃ。マスター、ここは僕に。コキ、僕に任せて。守護天眼が使えなくても。使えなくてもなんだ。役立たず目が。コキ、またこの体がある。この体でマスターの盾になるんだ。やめてコキ、死んじゃうよ。しぶとい鬼め、息の根を止めてやる。力を、ゴキ、力をくれ。ちょっ、何。あの光は、そこに眠りし大いなる力よ。地上にいでよ。我らの前にその力を示せ。ヒール、はあ、おお、あれは地の銃。いでよ。
不動流魂。見よ、これが僕の新しい力、不動流魂。なんだと？あれが伝説の不動流魂。くそたら、次はお前に受けてもらう。引くぞ。雪山で出会う母と子、マガタマに誘われて二人は今運命の場所に来た。そしてその場所は和江さんにとっても私たちと前期にとっても決定的な場所に。次回、月と狼の定め、白銀を超えてゆけ。